やっぱりその現地に足を運ぶっていうのは絶対にいつもやっていて、そこで感じたことっていうのはやっぱりすごく大きな、その後作るものに影響するんですけれども、例えばドバイ万博だと3年前行った時何にもない砂漠だったんですね。でやっぱりその日本の中で建築を作る時ってそういうコンテクストっていうか、こう周りの周囲の環境だったりとか、そういうものからこう、まあ、相対的にというか、そうやってこう建築を作ることが多いんですけれども、なんかこう手がかりがないって思って、どうやってここに建築を作り上げればいいんだろうって思えるぐらいこう何もなかったんですけど、でその時にこうパッと頭に浮かんだのが、その先ほど相対的にものを作るってお話ししたと思うんですけど、相対的じゃないものの作り方っていうと、こうやっぱり絶対的な比率であるとか、そういうものになるんですが、例えばこう砂漠の中に立つピラミッドが黄金比でできているとか、そういうことでこう絶対的秩序の中に一つの形をこう作り上げていくっていう何か衝動みたいなものがあって、それで実はドバイ万博は、まあ黄金比ではなくて日本に一番馴染みの深い白銀比で作られていて、それが二等辺三角形なんですけれども、建物は実は二等辺三角形で作られていて、その台形の敷地に置いた二等辺三角形の余った場所がまた二等辺三角形になるので、そこが水盤になっているっていう、そのなんか形のこう一つの配置においてもちょっと幾何学的なパターンを使っています。ただそれが実はただのこう形ではなくて、ちょうどその万博のその日本館の前がちょうど角地なんですね。二つの道が交差するところで、でその二つの道を歩いてる時に、両方の道から正面と思える角度っていうのが、その二等辺三角形の一辺の角度だった。で、まあそんな形で何か一つのこうストーリーだとか、こうリサーチで得たものから、まあ割と自分で話を紡ぎ上げていくことも多く、まあその中で例えば、じゃあ風向きはどっちから来るのみたいなことで、基本的にはそれぞれの土地に偏西風っていって、基本的にいつもこの方向に吹く風というのがあるんですけれども、ドバイ万博においてもその風向きというのを、まあ、確認して、その風向きに一番適した場所に、風が抜ける場所を持ってくるとか、まあ、そうやってその最初のきっかけから何ていうか、必要なものをリサーチしながらこう建築を作るきっかけとしていくっていう感じなので、なんか広くリサーチするというよりは、まあ、まず一点何かあった後に欲しいものをどんどんリサーチして探してくるっていうやり方かもしれないです。調べ始めたら今お話したように膨大にあるので、こうすごく時間がかかっちゃうんですけど、例えば私たちが建築最初の案を作るのって1ヶ月ぐらいなんですね。その中でリサーチ1ヶ月やってたら終わらないので、まあ、ある意味1週間やりながら、そこから糸口 引っ張ってきて、こう紡ぎながら、その間もずっとリサーチし続けて、最後のプレゼンまでなんかストーリーを紡いでいく感じになるんですけど、なんか、まあ、勘みたいなところもだんだんあると思います。まあ、でもやっぱり建築ってすごい素直なものだと思うので、日の光がどうなのかなとか、風向きがどうなのかなとか、まあこう実際にそこに来た人の追体験を自分でこう何度も何度もやりながら、こういう出会い方でいいのかなとか、こういう場所の過ごし方ありえるのかなっていうのを、まあ何度も検証し続けるっていう感じですかね。うちに例えばこう初めて入ってきたスタッフが一番最初に一つの、まあ、建物を作って、
で自分が作ったプロセスが実際に空間になって最後に自分が体験した時に多分いろんな気づきがあると思うんですよね。自分がこう引いた線がこうなるんだみたいな、なんかその感覚がまず最初すごい大事で、その感覚が一つ出来上がると追体験としてこう自分が作ったものがこうなるんだっていうなんか一つのこう検証体験みたいのができてくるので、やっぱりそれがこう増えていくとそれだけいろいろなバリエーションが増えるので、もちろんすごくそこはどんどん感が働いていくのかなと。まあ一方でだからといってそのなんかこう長年やればそれだけいいかっていうと、まあそういうことでもないので、新しい発想だったり新しい組み合わせをこう考えてくるっていうのはまだ見ないもの、まだ体験していないものを紡ぐためにはとても大事なので、まあそういうその何か新しいものをどう組み合わせていくかとか、どう解釈していくかっていうのはすごく大事で、そのためには私は今結構例えば教えている生徒とかにも言ってるんですけれども、自分が例えば一日一個これってすごいいいなとか、こういう感じ気に入ったなみたいな、こう自分が興味を惹かれたものに対してなぜ興味を惹かれたのか、なぜそれがいいのかを分析する、そういう癖をつけようって言ってて、それを例えば365日それをこうやり続けたら、それってある意味自分の材料になっているので、次に何か作るときにそれらの自分が分析したこう様々な要素を紡いでいけば、もしかしたらこう面白い建築できるかもみたいなようなことは話したりしてます。例えばこうただただ この光が綺麗っていうんじゃなくて、あ、なんで こんなに綺麗に見えてるんだろう、あ、このちょうどこの角度にこういう風になってるからこういうわけでこういうことが起こるんだみたいな、こう因果関係みたいなものも、まあ、理解しながらやっていけばそれを作り出すことができるようになるっていう、まあ単純にはそういうことなんですけど、まあ、それがいろんな方向にあって、もうちょっともしかするとソフト面での気づきもあるかもしれない。私たちハードを扱ってるんですけど、こういう気持ちいい場所が作られているのってなんでだろうって思うと、実はその空間だけではなくてその裏にある仕組みがとても素晴らしいよねっていうことに気づいて、もうちょっと仕組みを調べたくなるとか、まあ、そういう感じで私たちを取り巻く環境っていうのはもう本当ヒントとアイデアで溢れてると思うので、それも全然日常生活のちょっとした瞬間にもそういうものが溢れているんだっていう目線でよくよく観察しながら、まあ、生活していくっていうことがすごい大事なんじゃないかなと。